ベルギーグランプリの2日目、この日はスプリントレースの予選であるスプリントシュートアウトとスプリントレースが行われました。スプリントレースは8位までが入賞となりポイントが与えられますが、2日目はある意味独立したレースとも言えます。前日の予選で見事に11番グリッドを獲得したアルファタウリ角田裕毅には今回のスプリントシュートアウトでも期待されていました。しかし雨の影響でなかなかセッションが開始されず波乱も予想されていました。ようやく SQ1 が開始された時には空は明るくなり路面だけが濡れている状態でした。角田裕毅の1回目のアタックは不発でその時点の最下位となる17番手でした。一方のリカルドは1回目を8番手という好位置につけていました。2回目のアタックで角田裕毅は11番手にまで浮上し、リカルドもタイムを更新した中8番手をキープしていました。3回目、角田裕毅はタイムを更新したもののセクター1とセクター3で自己ベストを更新できず、16番手でまさかの SQ1 落ちを喫してしまいました。リカルドは12番手で SQ2 進出を果たしていましたが、2人の差はコンマ4秒でした。角田裕毅は15番手のラッセル、さらには13番手のノリスまでとはコンマ1秒差だったので、セクター1とセクター3をまとめられていれば SQ2 進出は可能だったと思います。現状のアルファタウリのマシンでは Q3 や SQ3 への進出は難しいにせよ、 Q2 や SQ2 には進出できる速さがあると感じるのでもったいない予選となりました。リカルドの SQ2 はまずはインターミディエイトで11番手タイムを出していました。急激に路面がドライ状態に変わっていく中、早々とミディアムタイヤに履き替えたストロールですが、コースの濡れた部分に足をすくわれクラッシュしてしまいました。結局ウィリアムズの2台とアストンマーティンの2台がノータイムとなり、リカルドを含めた5台が SQ2 敗退となりました。ライン上はほぼドライ状態となった SQ3 で再びマクラーレンのピアストリーが見せてくれました。1回目のアタックではノリスが3番手、ピアストリは5番手でしたが、2回目でピアストリは一気にトップに躍り出ました。しかし次の瞬間、レッドブルのマックスが1000分の11秒上回り、見事にポールポジションを決めたのです。チームメイトのノリスはピアストリからコンマ3秒差の5位でした。ピアストリは前日の予選でもノリスにコンマ3秒差をつけ勝っていたので、今回は2回連続でエースのノリスを上回ったことになります。 F1 で11戦目ということを考えるとまさに驚異の新人と言えるでしょう。マクラーレンのマシンが劇的に速くなったこともありますが、ここ数年のルーキーを見てもエースドライバーにここまで追いつき、さらに追い越したドライバーはいないのではないでしょうか。そしてスプリントレース、レコの3スラップまではドライ状態でしたが、急激に雨が降り出しセッション開始が大幅に遅れてしまいました。全11周で予定されていたスプリントレースは雨の影響でセーフティーカー先導の中で開始されました。全車フルウェットタイヤが指定されて始まったスプリントレースはセーフティーカー先導の中で周回を重ねていましたが、開始1周目にピアストリをはじめ多くのマシンがピットに入りインターミディエイトに交換していました。次の週トップのマックスもピットに入りインターミディエイトに交換、ここでピアストリがトップに浮上していました。3周目アロンソが止まったことで再びセーフティーカーとなり6周目に再開されました。その時後方で角田裕毅が前のマシンに突っ込みそうになりスピンしてしまいました。この時点で実質角田裕毅のスプリントレースは終わってしまったと言えるでしょう。その後ハミルトンとペレスの接触では過去の同じような接触を思い出してしまいました。ハミルトンに5秒のタイムペナルティが課せられていました。2位のマックスは6周目の再開時にピアストリを難なくかわしており、その後の6周でも 6.6 秒の大差をつけ楽々優勝を手にしています。ピアストリはそのまま2位をキープし、見事に11戦目で初の表彰台を獲得する偉業を成し遂げました。3位以降はガスリー、サインツ、ルクレール、
ノリス、ハミルトン、ラッセルまでが入賞となります。この結果を見ると、今回はアルピーヌのガスリーが頑張りましたが、今後のスプリントレースでは中団、下位チームのポイント獲得はほぼノーチャンスと言えそうです。最終的に角田裕毅はトップから39秒遅れの最下位でレースを終えていました。レース再開時のスピンがなかったとしても、ポイント獲得には至らず、大きく順位を上げることができなかったと思いますが、不完全燃焼に終わったレースと言えます。レース後、角田裕毅はこう語っています。今回は自分のミスで後方からのスタートになりました。これだけ短いレースなので、チームがダニエルを優先するのは当然だと思います。彼の方がポイント獲得のチャンスが大きいのは明らかでしたから、なのであの戦略は問題ないと思います。今回のレースはマシーンにダメージを与えずに持ち帰り、明日のレースできちんと走れるようにすることでした。レース再開時、マシーンがすごく変な感じで大きくリアロックし、全く何もコントロールすることができずに前のマシーンに突っ込みそうになってしまいました。最悪の事態にならなくてよかったですが、最後までずっとリアグリップがものすごくプアで変なフィーリングでした。今日車に何が起きていたのかをしっかりチェックして、明日に向けて集中し直したいと思います。11番グリッドからスタートできるのはいいですし、とにかく僕はポイントが必要なんです。アゼルバイジャン以来ポイントが取れていないので、夏休み前にポイントを取っておきたいんです。10位で1ポイントを獲得したアゼルバイジャンからはすでに3ヶ月が経過しており、その間に7戦が行われていますが、結果的に1ポイントも獲得できていません。予選でも Q1 落ちが定位置になりつつあることを考えると、他チームのアップデートに彼らが追いついていないと言えるでしょう。しかしリカルドの加入でチームの雰囲気も一気に明るくなっていると感じるので、シーズン終盤に向け彼らが良くなる可能性は大いにあると感じています。今回のリカルドはもう少しだけマシンが速ければ8位でポイントを獲得していたように感じます。今後もレースの展開次第では、このようなベテランらしいレースを披露してくると思うので、角田裕毅は確実にリカルドに近い位置でレースをすることがシート確保の絶対条件と言えるでしょう。その中でも常にリカルドの前でレースができれば嬉しいサプライズもあり得るでしょう。とにかく気持ちを切り替えて決勝レースに全集中してもらいましょう。雨でセッション開始が遅れるなど、見ているファンも非常に疲れたと思いますが、ドライバー、関係者の疲労は相当だと感じました。決勝レースも同じような展開になったら、彼らの身体的負担はさらに増すことになるので、それが少し心配です。角田裕毅にはスプリントレースでの鬱憤を決勝レースで晴らしてもらいましょう。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。起立、礼、またねー。